えていますか？私たちが初めて会った日のこと。まさか私があなたを兄と呼ぶことになるなんて。でも今ならはっきり言えるのです。あなたも私の大切な兄様なのです。次回最終話、二人の白愚、いつまでも待っているのです兄様。